ビクトール、しっかりしろ。何があったのだ。父上、流し切りが完全に入ったのに。ビクトール、兄さん。はい、何があったかというと、クジンシーが攻めてきたんですね。はい、ビクトール勇敢に戦います。はい、完全に入ったらしい流し切りなんですけど、まあ、正直ね、流し切りさえ覚えてたらね、クジンシーを倒せると思うんだけどね。まあでも残念ながら勝てず、はい、このソウルスティールっていう技を食らって、今のはね、LP を全部吸い取られてしまったんですよ。つまり一瞬でキャラが消えるっていう、ね、とんでもない技ですね。そいつは確かに総門のクジンシーだと言ったのだな。はい、町にオアイーブという女魔導士が滞在しているはずだ。探してここまで来るように伝えるのだ。はっ、クジンシー、許しておかんぞ。ジェラールがうなだれすぎてる。はい、でここでですね、まあなんかいろいろとレオンはオアイーブから情報を得たようですね。兄さんが負けるなんて。ジェラール行くぞ、弔い合戦だ。はい、はい、というわけで回復してないから寝なきゃね。あ、寝てから行け。寝るっていうのはこの皇帝のベッドで寝るとただで全回復できます。このゲームはね、ただ宿が超序盤から使えるっていうね。はい、ではセーブしましょう。で早速総門の九人士のところに行くか。ここですね、敵がいっぱい。あー、リスばっかりか。ライトボール使うのもったいないかな。剣で切ればいいか。んでパーリーだな。攻撃しよう。やっぱジェラール非力だな。パンチでは全然効かないじゃん。で、パーリーで、まあ今のところは敵もそこまで強くないんで、結構押せば簡単に沈みますね。あ、ちょっとサイドから来られたかな、これ。ちょっとライトボールぐらいはしとくか。で、パーリーで、このハゲがね、なんか、やっぱりそうだよね。ペインっていう術を食らうとですね、スタンって言ってね、一旦休みになっちゃうんですよね。さすが。で、今回確かペインのね、ダメージが上がってるんだよな。あー、待った。二段切りの方がいいな。こいつら縦回避があるから、二段切りだったら、一回は当たるかもしれない。ヘビ先やっとこう。危ない。やっぱ来たか。強い。危な。まあ別にいいんだけどね。はい。おっと、邪魔だな。二段切りを取っておきたいところではあるな。やっぱりライトボールにしよう。で、パーリーで、で、ハゲにやっておくか。で、ヘビがちょっと危ないから、ヘビをやっとこう。巻きつきが確か、あれだな、麻痺になっちゃうから。なんで外すかな。この人はいつも肝心の時に外すよ。じゃあ、切って、あ、まあ、あとは普通に殴ればいいか。
ベア以外。あー、やっぱ来たか。この巻きつきが鬱陶しいんだよな。一人旅だとね、麻痺が結構辛いからね。よし、オッケー。じゃあ入っていきましょう。こっちに行きます。あ、こいつらだったら別に普通にやっておけばいいでしょう。ベア以外。なんでベア狙わないの？なんでベア狙わないの？おかしくない？ベアがせっかくパーリーを構えてんのに、せっかくベアが構えてんのに、何やってんだよお前ら。空気を読まないやつだな。ほら、そんなだから殺されちゃうんだよ。よいしょ。で、宝とかもあるんだけど、今はほっときます。後でまた来るんでね、ここで。パリーして攻撃と。痛い。よし、うん、順調にベアがパリーで力をつけてきてますね。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、コントローラーが今一つかな。そうそう、これさ、あのスチームのさレビューでね、コントローラー効かないとかっていうレビューがめっちゃ多くてさ、すごいビビったんだけど使えてますね。なんだろう、アップデートでも入ったんかな。おお、迫力が違うな。これはちょっとやっとこう、さすがに。でパーリーして、どうしよう。影にぐらいしとく。よし。あ、さすが野生の勘。野生の勘で。なんでパリーをかいくぐってきやがった。普通に切るか。でパリーして、さすがに攻撃に回るか。よし、いいね。で、あとは普通に殴ればいいか。ベア以外。よし、よし、いいね。よし、かわした。あー、骨か。いや、骨とやるか。そろそろね、そうだよね、獄門長来るよね、そろそろ。しゃあないな、二段切りするか。で、パリーして、で、こっちを弓でやっとこう。お、来たね、来たけど今覚えても意味がないんだよな、あんまり。よし、はい。じゃあそろそろボス戦だから一旦セーブしよう。ここにわがいちゃっていいかな。よし、わざわざ出向いてきたか。頭を下げてアバロンを差し出せば我が治癒士に取り立ててやってもよいぞ。息子の敵だ、覚悟しろ。そんな用事か、くだらん。私の力を見せてやったのに勝てる気でいるとは頭の悪いやつめ。アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。はい、というわけで九人シーとのバトルになります。なんですけど、基本的にこの九人シーはですね、勝てないですね今は。つまり負けバトルなんですよこれ。まあ一応やっておきますけど、どう頑張っても今の段階ではクチン氏に勝てません。っていうのはですね、ソウルスティールというもう一撃必殺があるんで、まあ、それを食らってしまえばもう負けちゃうんですよね。
で、このゲームね、皇帝が LP0 になったら全滅になっちゃうんで、つまり、クジンシーは皇帝にソウルスティールすれば絶対勝てるという、とんでもない反則技ですよね、ソウルスティールってやっぱり。というわけで、頑張ってクジンシーの HP を削りましょう。で、一定以上削れば、イベントが始まるはず。最後の井戸ブレイク。よし、当たった。来たね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。傷薬使わんでもいいか。もうそろそろだからな。はい。というわけで、ソウルスティールでレオンが LP0 になって死んでしまいますと。ジェラール。はい、ここにおります。お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。はい。だが、今のお前なら勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。はい。まあ、とりあえず、二つ返事はさすがに気が引けるんで、こっちにしましょう。あの女魔導士は、伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば、志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者かわからんし、ただの出任せかもしれん。しかし、お前とこの国が生き延びていくには、この方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技、ソウルスティーラー見切った。この見切り、お前に伝えよう。はい。ロマサガ2にはですね、攻撃に対する見切り技というものが存在するんですね。で、このソウルスティールに対する見切りを、レオンは得得したので、それをジェラールに受け継がせるということですね。父上、まさかそのためにクジンシーと戦ったのですか。あのめぎずめが父上をそそのかして。ジェラール、私のことなどとろいだらん。伝説では父英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ。あのクジンシーには世界を救う気などないようだ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎるのか、どちらにしろお前は強力な父英雄に立ち向かわねばならんのだ。奴らがクジンシーのように残念なばかりだとし、奴らがクジンシーのように、もう、ちょっと、お前は、自らの人生を捨てて戦う決意はあるか。はい。よし。長く苦しい戦いになるだろう。だが、決意があるものに力を受け継いでいくのだ。ジェラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらばだ、父上。はい。ここで初の皇位継承、まあジェラールしかないけどね。ただもうすぐに儀式が始まります。っていうのは当然ですね、これ一人旅なので、でジェラールを皇帝にした時に、今までのパーティーの人たちが勝手に入っちゃうんですよね。なので、今ここで、ジェラールを殺します。はい。ちょうど都合よくね、ゴブリンが攻めてくるんですよ。落ち着け。モンスターの数は、城壁が破られるほどか。いえ、町を略奪しているだけです。よし、撃って出るぞ。ジェラール様、無茶をなさらないでください。せめてエリスグリのものをお連れになって、ヘクター、ジェラール様とご一緒しろ。俺たちが雇われてたのはレオン様がいたからさ、ジェラール様なんかについてく理由はないね。ジェラール様が皇帝じゃこの国もどうなることやら。貴様、なんという。わかった、ヘクターの言うことももっともだ。誰か他の者と行こう。
はい。というわけで、ジェラールには申し訳ないけど、討ち死にしてもらいます。というわけで、装備外しちゃうか。全部外します。はい、全部外します。はい、全部外します。全部外して、ちょっとまだ操作が慣れない。よし、これでいきましょう。はい、そして後戻りができないようにセーブしておきます。はい、では早速やっていきましょう。さあ、はい、で、何もしない、何もしません。ただ殴られるに任せます。あ、意外とみんな強くなっちゃってんだな。結構かかるねこれ。さあ、早く早く殺しておくれ。意外とジェラール強い。案外ジェラール強い。よし、オッケー。はい、全滅しました。というわけで、まあ、全滅したらどうなるかっていうと、新しい皇帝に継承させていくと。いい人がいない。いい人がいないな。この人にやっちゃダメなんだよな。まあいいや、一旦この人にしよう。ヘンリーってさ、すげえ地味で有名なんだよね、この人。はい。無念を晴らしたいとこは申し訳ないんですけど、死んでもらいます。私はね、まず回復手段が欲しいんで、水の術が使える人を好転したいんですよ。はい、さあ死んで、さあ死んで、さあ死んでくれ、死んでくれ。よし、さあどんどんと犠牲が、どんどんと犠牲が。なんで出てこないんだ。全然出てこないじゃん。全然出てこないけど、どうすっかな。参ったね。困りましたぞ。全然出てこないけど、とりあえずこの人にも死んでもらうか。まあ、早く早く死んでくれ。よし、装備を外して、どんどん死体の山が、どんどん死体の山ができてくる。で、ついでに陣形乱されとくか。出てこないな、全然。なんでだろう。全然出てこない。参ったなぁ。困ったね。全然出ないな。術の人、まあ、術の人いるんだけど、水の術の人が欲しいんだよ。エメラルドはね、違うんだよ。あの人は違うんだよな。やばいな、エメラルドが来ちゃったら、もしかしたら出てこないかもしんないな。困ったぞ。ちょっと苦心推薦からやり直さなきゃダメかもしんない。
出てこないかな。はい、ちょっともう一回入れ直します。っていうのはですね、狙ったキャラが出てこなかったんですよ。っていうのはですね、まあこのジェラールを今から殺すんですけど、まあね、これ殺した後どうなるかって言ったら、また皇位継承が入るんですよね。で、その時に、水の術を持ってる人を皇帝にしたい。なんだけど、出てこなかったんですよ、全然。なので、ちょっと一回やり直してます。ちょっと早く死んでくれ。早く死んで。ジェラールが元気だから。ジェラール元気すぎる。違うんだよ、ジェラールを狙うんだよ。よし、よし、さあ来てほしい。違うな、この人じゃないんだよね。なんで出ないかな、なんで出ないかな。水の術の人から全然出てこないな。しょうがないな、この人にも悪いけど死んでもらおう。違う、では死んでいただきます。さあさあさあ、よし、早い、いいね、早く死んでくれた。来た来た、お前を待ってたんだよ、ずっと待ってたよ君。全然出てこないからさ。よし、でどうするかっていうと、この人も死んでもらいます。私が欲しかったのは水の術ですから、もう目的は達したので、もう彼は用済み。ちょっとセーブしとこう。ちょっとね、コントローラーのね、ボタンの色がね、スーファミと違うからね、間違えるんですよね。よし、早く殺してくれ。意外としぶとい。よし、よし。じゃあ、誰にするかな。ライーザ。とりあえず、とりあえずこのライーザさんで次回から一人旅開始ということにしましょう。はい、お疲れ様でした。